続いて特集です。 MBS ではアナウンサーの公式 YouTube チャンネルを4年前に開設し、今では登録者が6万人を超えるチャンネルに成長しています。今日はその舞台裏をお伝えします。さあ今日も裏表テレビは外です。外です。ロケです。左手は MBS アナウンサーの公式 YouTube チャンネル裏表テレビ。2020年からテレビ局の裏側やアナウンサーの素顔などを紹介。これまでにおよそ300本の動画を配信してきました。裏表テレビの一番の特徴はというと、アナウンサーが中心となって運営に当たっていること。日々の業務の合間を縫って毎週企画会議を開催しています。馬野さんほら MBS Now をやってたから、うん、その後継いだのが日産でボイスになったわけじゃない。じゃあそれがいいですね。だから司会者的に上泉さんに入っていただいて、あ、まあ、年次も近いから。確かに。だからそこのリアクションをどうするかよね、うん、その中野くんはものすごく詳しい人でガーっていくけど、藤林さんはじゃあそれに対してへーっていくのか。でも嘘になっちゃわないようにしなきゃいけないから。そうなんですよね。それは知ってるとかいうところで言うのかな。はいはい。中野くん大食いもアピールしたいって言ってました。それは勝手にやってもらって配信するコンテンツの内容からロケの段取りまで、テレビ番組の企画会議そのものです。アナウンサーみんなでやってるので意見も言いやすいですし、本当みんなで力を合わせてなんとかやってる感じですね。私あのチャンネルを立ち上げた時は私と川田さんと全く2人だけで細々とやってたのが、もう今や、まあ、福島さんを筆頭にチームになって毎週こうやって会議をしてるので、やっとこうちゃんとした組織になってきたなっていう実感があります。我々アナウンサーは割と台本があってそこからっていうことが多いんですけど、これはもう日程から内容から全てここで話し合って決めていくので、その制作の仕方っていうのを学べる時間になってるなっていうのは感じます。前田アナウンサーはチャンネルのサムネイル作成も担当しています。私自身も YouTube が好きで、まあ、YouTuber さんが出してる動画とかを見るので、そういうところを参考にしながらで皆さんとこう話し合って、で傾向がやっぱり見えてくるので、それを分析したものを実際に試すっていうのが楽しいです。原稿を読んでないよっていう感じをどう出すかですよね。なんかずっと下見ちゃってるからね。裏表テレビのプロデューサーを務めているのが福島信弘アナウンサーです。編集室でディレクターと動画の最終チェックに当たります。ここがちょっと長いか気になる。でもね、別に無駄はない気がしますけど、そんなに違和感はなかったですか。うん、見る人によっちゃなんか、うん、身内の反省してるところだったり、いろいろあるかな。まあ確かにね、まあ、でも一個一個の言ってることがちょっとずつ違うから、そんなに違和感はないような気がしましたけど、どうしてもこうアナウンサー個人のキャラクターにあまりにもフォーカスを当てすぎると、すごく内輪乗りになってしまって、でその内輪乗りになると喜ぶ人もいるんですよ。やっぱアナウンサーファンといいますか、アナウンサーのことをもともと好きな方っていらっしゃるので、まあ、そういう方々に向けてそういう動画も作ってはいるんですけど、私はどっちかというと今まであんまりテレビで、ラジオで自分の話をする機会がなかったりとか、まあ、そういう実は魅力的な一面を持ってたりとか特技があったりするアナウンサーの可能性を打ち出して、そういうのを知ってもらうことによって番組にも影響が出たりするっていうような、まあそういうアナウンサー発信の書き回しみたいなものができたら嬉しいなと思っているところではあります。また配信を通じて改めて放送局におけるアナウンサーの役割を再認識したといいます。その放送局できちんとした情報を伝達したり何かコンテンツを生み出すということに先頭に立って関わる存在であるはず、ある意味ではアナウンサーの原点回帰というのを作り手として認識を深めていくっていうことをできたらいいなと思っています。ここで福島アナウンサーがおすすめする動画を本人の熱いプレゼントともにどうぞ。見てほしいのこれですね。アナウンサーが読んでいるニュース原稿を
実際に見てもらうという一番アナウンサーという仕事の根幹を見られる動画かなと思っておすすめです。アナウンサーってニュースに自分でこうペンでいろいろ書き込みをしてるんですよね。でその書き込みっていうのは自分のためのルールでしかないのであまり人に見せないんですよ。これをお互いに見せ合ってえこれどういう意味とかそういうのをお互いに言い合うというだけの動画ではあるんですけど、たわいもない動画なんですが、そこの隙間隙間にその個人個人のアナウンサーの思いとかこだわりみたいなものが見えるので、あニュース読む人たちってこういうことを考えてるんだっていうのが分かってもらえるんじゃないかなと思って、カタカナに全部ひらがなのルビが振ってあるんです。藤林敦子さんです。私はそれに衝撃を受けたんですよ。ライフセーバーのとこにライフセーバーってひらがなで書いてある。なんか相田光雄先生みたいですね。なんかいや逆に読みにくくないですか、おしゃれカフェのメニューみたいですね。えなんでこれ藤林さん、私カタカナが読めないんですよ。私カタカナが読めないんですよ。えどういうこと。そしておすすめ2本目は関岡香織アナウンサーの定年退職を迎えた記念動画というのを作ったんですけど、これはその関岡さんという一人のアナウンサーのまあ言ったら個人的な歴史ではあるんですが、それが結果30数年のテレビ局の歴史ともリンクしているところがありますので、その人個人の人生を見るという意味でも面白いですし、そのテレビ局の番組作りの編成みたいなものも見ることができるので、なんかテレビ史を俯瞰で見ることができるような、しかも短い時間で楽しむことができるというところでおすすめの動画です。おしゃれな名前ですよ ね。私聞きましたよ、白鳥の湖の格好をして踊ったって噂を聞きましたよ。いやその時の写真はあるんですか。これそう各局のアナウンサーが本当に真面目に真剣に勝負するっていう歌合戦だったんで、はい、おちゃらけてやるもんではなかったんですよ。おちゃらけてやるもんじゃないんですかこれ。すごいですね。裏表テレビをめぐっては従来のテレビの枠を超えた取り組みと評価され、インターネットテクノロジーのイベントでも紹介、福島アナウンサーはパネリストとして登壇しました。ちゃんと説明しようということで始まったチャンネルです。それではアナウンサーを中心に運営している裏表テレビのロケの様子をご覧ください。なんかどんなイメージされます。なんか中野くんをどういじろうかなと思って、ね、お互い損しないようにしたいなって思うんですけど、はい、中野菜はもうがむしゃらに多分こういろいろ紹介したり、ここおいしいですよっていうのを紹介してくれるイメージなんで、今日は僕ボケます言ってたんで、あ、わかりました。いやじゃあボケもしないですよ。じゃあただ僕は社員食堂を熱く語るだけなので、今回は中野アナウンサーが自ら持ち込んだ社員食堂への愛を語る企画です。ウキウキしてるの、なんか初めて。僕本当この仕事一番好きかもしれません。本当に出てきました。どういやどうですか、私じゃなくてこっち映して、これすごいね、本当に美しい。ロケの回し役は先輩の藤林敦子アナウンサー。うん、ついてるよ、ついてるって。やだよ、自分で拭きなさいよ、ちょっと。中野くんさ、ちょっとさ、私お母さんじゃないんだからさ、やめてよ。週に2回、3回、行きましょう。中野アナウンサーのテンションの高さにどう対応するか、回し役としてバランス感覚も求められる中、ロケは終了しました。次回お楽しみに。OK です。はい、髪やってながら、そうなんですよ。やってるけど。そう。そう。藤林さん何か反省点もある？いや。だから中野くんの好きっていう感情が出てたんですけど、それをこうちゃんとコントロールできてなかったな。あんまりアナウンサー同士でロケするとかっていうのがテレビでなかなかなくって、タレントさんとやるロケとか。アナウンサーの後輩先輩同僚でやるっていうのも違うんで、その見せ方っていうのはずっと迷走してます。でも彼が今日は楽しそうにやってくれていたっていうのが一番それは視聴者 YouTube の人が一番わかるので、あ本当に好
きなんだなっていうのが、だからそれを伝えられているんだったら伝わったらいいなとは思います。お疲れ。お疲れさ。一方、のびのびとしていた中野アナウンサーは、OK ですか？もう本当楽しかったです。もう自分の好きなこといっぱい伝えられたんで、ただちょっと勢い余って今ケチャップライスのケチャップがついちゃいました。しょっちゅう見てます。もう私多分再生回数の中の100回200回は自分だと思ってます。はい、皆さん見てるので。でもそうやって見てる方とコメントを通してつながれるっていうのはすごくなんかいいなと思ってまして、楽しみにしてます毎回。アナウンサーの素顔や番組制作の裏側を紹介する裏表テレビ、毎週金曜日の夜7時に配信しています。